はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋と友です。ポケットモンスターに2019 の34話の感想でございます。いや、今回サトシ君はね、斉藤さんと戦うっていう回でしたけど、まあちょっとサトシ君が負けず嫌いなところあったけども、すごいいい回になったんじゃないかなと思いました。うん、すいません、ここでも言っときます。ポケモンの動画でも言います、うぶ主さん裏系の番組録画してたので、なので、見てません。というより、これに関しては謝罪しておきます。ポケモンも見た、リアルタイムで見てるような言い方したんですが、リアルタイムじゃないですとか、地方がちげえよ。ツイッター見てる人で、うんって思いましたけど、うんってなった方もいらっしゃると思いますが、テレ東より1週間遅れで放送してるので、1週2週遅れですので、すみません、そこ間違えましたという話。なんかいろいろおちょこちょいすぎます、ごめんなさい。まあとにかくおちょこちょいすぎてですね、今日仕事場で会った話みたいな、マジでこれテンパるウプニシさんっていう感じで思っててください。まあちょっとパタコだったから、肩伸ばして座ろうかなと思った時、滑ってしまいまして、ちょっと半分腰が痛いです。これいくら腰ですかね、いくら腰にならないと骨折れてないですよね。そのさーん、あ、取れてた。今ウクライナのあれがないからびっくりしちゃった。まあそんな感じです、終わります。ご視聴ありがとうございました。